LED の懐中電灯をプレゼントした。え、なんで昔の懐中電灯を使ってるの？LED の懐中電灯、非常に明るいですね。18650という強力な電池と、充電式による再利用、それと強力な明かり、あとズームとか。ただ不慣れな人、いろいろとめんどくさいんですよね。充電するときケーブルつなげばいい。意外にそれがめんどくさい。あとズームとか。ついてても結局使わない。どっちが一方になってて、なんかこれ、やたら狭いな。やたら広いな。だから単機能の方がいいんですよね。だからといって昔の懐中電灯。それも贈り物としてちょっと。それ今回提供してもらったライト。こちらですね。まあ、結局ハイテクライトと変わらないのか。これまずいいところ。ズームがついてないです。いわゆるシンプルな懐中電灯ですね。スイッチどこにあるの？一番後ろにあるよ。説明できますからね。意外にここを回すスイッチとか、もう中間にあるスイッチ。わかりづらいんですよね。でもここだったら簡単。今撮影用の照明がついてますけど、十分それに勝つぐらいの明るさですね。もう照らす部分、2段階ですね。中央の部分は強く、そして視界全体を軽く。だから夜歩くときも安心。そして遠くを見たいとき、もともと中央が明るいですので、ズーム操作いらないですね。まあ、あと光の調整、軽くボタンを押す。そう、弱くなりますね。点滅もできるし、SOS もできる。まあ、なんかよくわかんなくなっちゃった。そう言われたら電源切ってまた入れてね。そうすれば元に戻りますから。説明も楽ですね。それ電池がなくなった。その場合、ここねじってもらう。中に18650の電池が入ってますね。まあ、懐中電灯の電池がなくなったら、回して開ける。それは昔から変わらないですからね。そして充電器につける。USB に挿して充電してください。まあ、今 USB、スマホの時代ですので、持ってるのかなと思いますね。充電するときはスマホの充電器に接続して使ってください。そう言ってください。あともう一つ18650の電池を買っとけば、ローテーションできますね。だから贈り物する場合、電池をもう一個つけるのもいいかもしれないですね。親世代以上の人たちに懐中電灯を贈る場合、このぐらいシンプルなものがいいのかなと思いますね。使いやすいです。昔の懐中電灯と、まあ、ほとんど変わらないですね。そして明るい、シンプルな懐中電灯を求めてる人、ぜひこちら、使ってみてください。